Select your character. Izanami. Nani? 時空系はダメなの？The wheel of fate is turning. どっちだろうな。Rebel one. まあ、ここを開けないとわかんないけど。ね、どうやったらこんなにカバートみたいな感じですけど。どうなってるの？さあ、中堅戦はワンピーガーバチマイ、ツーピーガーユムライザナミ。さあ、ユムラ最近デシカ2でも積極的に対戦をしておりまして、英雄まで上がっておりますね。素晴らしい、やる気ある。さあ、なんかぐちゃっとしたところが投げが通る。おっと、バースト。さあ、絶対倒すまでいきました。ノキャン、まさかのノキャンで前も面食らっている。さあ、これはあるんじゃないか。入れ替わる。さあ、スライディングだ。これはいかがでしまって、一本選手したのはイザナミ。さあ、あと1位の波動も早い。メールからさあ、1位でかいかと思ったら危ない。ダンスが通る。ADA から G コンボいって、ワオ TBO ステップでキラリとかわしてきますね。油断大敵。一日でファイナルラウンド。さあ、 D ボタン。さあ、ジャンシー結構低い位置に出してたように見えましたが、ビビーの低姿勢対空は天才か。イザナミオーディーからどうする。ヒットが引っかかる。さあ、こちらはいい絵だ。あー、ここで CAC の中断が通ってしまう。コヘル、そして中断。ここは積極的に崩してきました。勝利したのはバチマイということで、A 対 C、両太夢村チーム対マイスターマンチームは2-0で、私の大切な仲間たちを傷つけるのはマイスターマンチームが私は絶対に勝利となります。あなたを許さない。 Please select your character. Yuki Terumi.The wheel of fate is turning. Rebel one, action. はい、ジェルミー気になってるのは倒さかですが、さあ、サンシータジリーから、わお、かっこいいよな。あ、出てくるこの男、あれはね、厳しいんですよね。まあ、ゴーガーを先飛びできるかどうかは分かりませんが、ゴーガーは結構速くて、かなり速いですよ。ただ逆に言えば、ゴーガー以外はダメになります。
さあ、画面層が当たる。ゲージ 40% ぐらい増える。今度は西から画面層。これさっき見たな、この光景。さあ、水晶画と画線晶だけで 6.5 割くらい減って、やばくないですか、これ。壁みたいなやつですよ。おわーっと無理。さすがに指導がちょっと指導ですからね、厳しいみたいな感じですわ。さあ、ここでオミガ 2A が当たる。あーっと、家でなかったっぽい投げスカが見えたぞ。おお、ここがバラしたが、スカルト弱いんですか、これは。当たり前ですけど。さあ、勝利したのは麦田岡となります。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. さあ、ライディスターの音があります。中段、おっと、早めにバックっていったのはスターの方ですね。あのまま頭も解放しないまま動かされたら死が見えると判断したか。かなりのロジックだと思います。ダッシュ投げ、負けたんだがコンボできないまん。さあ、めっちゃガードしてる。ロクシー2段目中段ダンスはと、みたいな感じで一本先取したのはライチ。さあ、赤田目やらしい。大学4に行ったらデカシャ当たる。立ち見ガンガン1式はレベル3だ。こいつくいただいてお願いし、2式これはノーキャンで拾えます。おいしい。そして2ガキャン OD、 なんかクラストリーが見えたぞ。お式ロブ式ラッキャンからクラゲ、やらしく決まる。調子抜けばファイナルラウンド。さあ、開幕 6B だが、逆に開幕 6B 当たられても困るみたいな感じの、ここですかね。さあ、うさくさい1。わお、ジャンエーカウンター。このジャンエーが強い。ファーストから下段クー投げ、お願いクー投げですね。おお、さあ、グネグジャンエーから落としていく。あーっと、これは立ちくらいだが非常にコンボになる。あれ以上つながるってことは多分ないと思いますが、いやー、このジャンシー強いんですわと、いった感じで勝利したのはワタッコ麦チーム、おはぎアットチームを 2-0 で下しました。Yuki Terumi. Kagura Mutsuki. Eva, なおった?
はいはいはい、相手をしてやる。The wheel of fate is turning. Rebel 1. さあ行きましょう。テレビタイム。おい。カズラ。さあバックして。惜しい。ハフナーだ。周り勝負していく。うんと 6T ギリギリ間に合わないですね。Bハフナーだったら多分余裕なんですけど、Bハフナーを空中が今みたいなガードしてた後、さすがにいくらデビューの 6T が速いとはいえ厳しいかと。さあタッチが当たってバックまでコンボになる。一本転身したのは両田四角だ。さあ、リビング当たって、ジャガクまで入る、ガセンショー、見えないんですよ、マジで、ガセンショー、さあ、みんな当たるガセンショー、ははー、ガセンショー3回目、あっと、これはコムでやらない、さあ、6周当たる、6D、さあ、2D 重ねは重なっていないか。ガセンショー飛んだ、やりおる。おっと、なんかそれっぽいぞ、それっぽい。フルコン決めていった。今のリートブルマに入れていったのは男らしい。さあ、リートアグリメッセンが青ビートだ。 OD して、おい、ジャンディーシート先に。ジャンディーが同じような感じですね。非常にリーチが長くて強い。出ちゃえば強い技。1-1でファイナルラウンド。アドボス。避けろして。ああ、怖い怖い怖い。ああ、ロシアカウンター。いいプレッシャーの与え方だが。まあ、西ガレンいければねというところですけども。さあ、立ち回り勝負になります。バッキャンディー対バック、バックだ。いいですよ、このお互いこんな感じですよね、やっぱり最初は。さあ、ジャンシーカウンターまで良かったですが、その後拾えない。カドボスはガード、 B ファブ。さあ、 B ハブが引っかかる。トゥー投げだ。コンボはできない。がしゃがみくらいゲンコンボっぽいのが入る。よし、あー走った。ゴッドイ、カドボスが最後当たって先方先制したのは両高倉となります。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. Come on.うまいこと両コンボに投げていきました。さあ、いかがってしまい、ダメ端。さあ、さっきからこうコンボじゃないんですよ、この展開の日は。置き攻め系毒なんですよ。あわよくば補正切りという、あわよくばが当たっている。 2A4T、 これは入れ込みでしょう。おやりますね、しっかり。まあ、今ゲージ100あったんで、ガードされてもラッキャンをという、フォロー込みで打ったと思うんですが、ここを OD の無敵で透かすというのは、まあ、基本的な対策ではあるんですけども、しっかり決めていきます。基本なんだけどね、なかなかね難しいよね。
ただまあ別ゲーはミリオンアーサーもやって思いましたけど、安全回避とかね、そういう基本的なことはやっぱ他ゲーのプレイヤーはしっかりやってくるなっていうのがミリオンアーサー大変だと思ったんで、ブレイブルーやってるとそういうなんかところで結構ね甘えが出ちゃうなというゲーム気を取り直せというか、しっかりやっていきたいところの部類ではありますね。怪しい怪しい、あーっと危ない。さあ、イザナミ苦しい。ジャンヘイで刻んでくるの、立て張るが付き合ってくれない。これはモロハの剣ですね。空中ガードできなくなってしまう状態になって、顔を洗って出直してらっしゃい。勝利したのはアトライチ、大将戦です。